いよいよ勝負の1週間が始まりました。前回よりかなり覚えないといけない量が多いです。疲れた。テストの足音が近づいてきてるんですけど、かなり精神的に来てます。6時間やりました。やばい、マジでほぼ全員落とされてるみたいな。不安だよ。皆さん、おはようございます。ハンガリー学部生の大輝です。いよいよ勝負の1週間が始まりました。今日は5月の30日なんですけど、来週の6月6日に本学期最後のアナトミーの試験があります。ということで、その1週間の様子を記録していきたいと思います。ハンガリー学部では試験期間が7週間あるんですけど、自分もウィーク3、3週目にアナトミーの試験を受けることにしました。この試験がかなり厳しいものとなってまして、ハンガリー学部では主要教科は全てオーラル試験なので、実際に教授と1対1でプレゼンをして、膨大な数あるトピックからくじを引いて、そのトピックについて教授の前で1対1でプレゼンをするといった形になります。1学期の期末試験前の Vlog でもお伝えした通り、本当に試験は結構厳しくて、1学期の試験では約6割の生徒が3回の試験チャンスを持ってしても合格できずに留年に追い込まれました。ということで、なかなか結構厳しい試験になっていて、なんせ量が膨大なんですよね。アナトミーの試験は3つのパートに分かれていて、アナトミー解剖学、ヒストロジー組織学、エンブリオロジー発生学、この3つのパートに分かれています。この3つの試験で全て同時に合格しないと試験は合格になりません。1個でも落ちたら全てやり直しです。実質3教科分の量を全て丸ごとカバーしないといけないので、ちょっとかなりしんどいんですけど、この1週間しっかりと最後は詰めていきたいと思います。ということで、その1週間の様子をお送りできたらと思うので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。目標はもちろん最高評価の5を取ることです。じゃあそれでは早速 Day1 頑張ります。はい、ということで、時刻は1時前になりました。9時間半ぐらい、ぶつ続けでやってましたね。ちょっと時間が経つのが早すぎて、時間がなくなってくるのが怖いんですけど、集中してとりあえず午前中頑張れたので、今からスクリプしてご飯を食べて、また午後も頑張りたいと思います。じゃあそれではご飯食べます。ということで、この前作った豚丼を食べます。じゃあそれではいただきます。ということで、ロゴン食べたんで、今からこのビデオを開始したいと思います。今回は前回のアナトミー1に引き続きアナトミー2なんですけど、また別の体の部位を中心に今回勉強しています。アナトミー2はですね、アナトミー1より量が結構増えてて、今回の試験のアナトミーパートのトピックの数がですね、なんと90個なんですよね。で、前回60個ぐらいだったので、トピック数だけで言っても 1.5 倍に増えてて、で、同じくヒストロジーとエンブリオロジーのパートも結構量が増えてるので、前回よりかなり覚えないといけない量が多いです。90個ぐらいトピックあるんで、まあ単純計算で言っても1個10分でやったとしても、全トピックやるのに15時間かかるんですよ。ということは、お前3日ぐらいかけてやっと1周できるっていう感じで、しかもまあ各トピック10分ずつぐらいしかかけられないっていうので、結構まあ時間的にね、本気で集中して高速で回していかないと終わらないので、ちょっと結構厳しい戦いになります。ここからこの勉強頑張りたいと思います。はい、ということで、時刻は3時40分です。一旦アナトミー、ちょっと今日やりたいところまで来たので、今から教科を変えてヒストロジーに、移りたいと思います。ヒストロジーに関しては結構1学期の範囲もテストで頻繁に聞かれるっていうことで、実質2セメスター分の、内容となってます。まあ、1学期の時は、しっかりとその時は勉強したんですけど、使ってない知識ってすぐ忘れてっちゃうので、1学期の内容をまとめたノートを、パッと復習する作業に入りたいと思います。よし、やろう。きつっ、体痛い。疲れて、頭が働かなくなってきたので、休憩も兼ねて、ご飯を食べたいと思います。
おいー、うまそうだ。いただきます。ごちそうさまでした。よし、払いましょう。1時半です。もう体が痛い。最後、エンブリオロジー発生学に移りたいと思います。でこのなんでアナトミー、ヒストロジー、エンブリオロジーの3教科が一つの科目になっているかというと、まあ、まずアナトミーっていうのは、みんなが想像するようなザ・解剖といった感じで、実際にご検体をこう解剖して人間の各部位をマクロな視点で、見ていくといったような教科です。で、まあ、それに対してヒストロジーっていうのがアナトミーで扱っている人間の各臓器を、もっと拡大して、組織的な視点で、マイクロな視点で学んでいくといったような、教科です。まあ、エンブリオロジー発生学に関してはその人間の各部位っていうのは、そもそもは、受精卵に全て由来するので、それがどういう風なプロセスを経て、人間の体になっていくかといったような、視点で、発生学を学んでいます。3つともね、分かると本当にいろいろつながってきて面白いんですけど、試験を受ける身としては非常に大変でしかないといったような感じですね。ハンガリー学部で特に 1,2 年生の留年っていうのはほとんどがこのアナトミーの教科なので、それだけ、生徒を苦しめています。はい、ということでこれは寝るまでエンブリオロジー頑張りたいと思います。ラストスパート頑張ります。皆さんおはようございます。デイ2です。しっかりと寝て昨日の疲れは取れたので、また今日も一日頑張っていきたいと思います。ここから6日間あるので、ここからあと3日かけて各評価全体一周して、もう2日間かけて苦手な部分を中心にもう一周して、最後の1日は覚えきれてないところを詰め切るっていった一日にはしたいと思います。でそれではデイ2頑張ります。はい、ということで1時過ぎです。お腹が空いたので、作り置きのご飯を温めて食べたいと思います。頑張ろう。はい、ということで、あっという間に12時です。いやー、早いな。時間が経つの早すぎて、とりあえず今ずっと暗記を使ってアウトプットしてました。特にヒストロジーは自分はノートを元にチャット GPT で自動生成した問題と、イメージオクルージョンっていうアドオンを使って、このような感じで、いわゆる赤シートみたいな形でこう覚えたい部分を隠して、それをクイズするといったような形でアウトプットするシステムを作ったので、それをひたすら回しているところです。前回に比べてアウトプットの量が増えているので、だいぶ実践的でかつ効率的な、勉強になってきてるんじゃないかなっていうふうに実際やってて感じますね。はい、ということで、12時で寝たいところであるんですけど、まだまだ終わりないので、今からエンブリオロジーに移りたいと思います。最後、寝るまでラストスパート頑張ります。よし、頑張ろう。はい、1時15分。いやー、今日も15時間ちょっとやりましたね。なかなか、今日も限界突破っていう感じで、引き続き、明日も頑張りたいと思います。日に日に、テストが近づいてきて不安が募るんですけど、一日一日全力は尽くしてると思うので、いることを一個一個ちゃんとやっていきたいと思います。よし、じゃあ今からお風呂パッと入って寝たいと思います。それではデイ2お疲れ様でした。おやすみなさい。皆さんおはようございます。9時です。ちょっと昨日も遅かったので、ちょっと起きるの遅くなっちゃったんですけど、 Day3、今日も頑張りたいと思います。昨日もしっかりと引き続き、早いペースでトピックを、どんどん回していこうと思います。今日も集中して1日頑張ります。はい、ということで1時20分です。
っとお腹空いたので、ご飯食べようと思います。ちなみにですね、自分はパソコンの画面を基本的に二分割にして、左側の方でノーションで作ったノートを見ながら、右側で必要なことがあればチャット GPT で調べたり、Google で調べたり、他のノートと見比べたりと、そういったことをして、iPad の GoodNote の方にひたすらまだ覚えてないやつとか、実際に書いて覚えたいものとかを本当にひたすら書いてます。モニターがあるおかげで、作業スペースが広がって勉強しやすいので、モニターは結構個人的におすすめです。ちなみにですね、このノーションで作った、ノートっていうのも、これチャット GPT で、うまく綺麗にまとめてるんですけど、トグルっていう機能を使って、ちょっと動画出しとこうと思うんですけど、このようにですね、必要な覚えないといけない部分を、このようにトグルの中に隠すことによって、こういったクイズ感覚でアウトプットしながら、復習できるので、そういった形で効率的に勉強するようにしています。じゃあお昼ご飯食べて、午後も頑張りたいと思います。いただきます。ね、それではここから午後頑張ります。やばい、やばい、なんかアンカリでやばいことが起きてる。どういうこと？ A few minutes later。 さっきとは打って変わってカンカン照りです。これ気候変動なのか？はい、ということで8段です。早すぎる。1段立つのが進んでないし、いやあの暗記のアウトプットいいんですけど、どうしてもやっぱこう周回するっていう面においてはどうしても頭で考える時間がある分ちょっと時間かかっちゃうので、ちょっとそこで結構今ちょっと苦しんでますね。ちょっと思ったようにペースがいかなくて、いやーきついな。まあちょっととりあえず切り替えて作り置きしてあるものを食べて夜も頑張りたいと思います。はい、ということで1時半頑張りましょう。以上です。ご飯食べたので、ここから夜最後まで頑張りたいと思います。ちょっとね、不安が募るんですけど、めちゃめちゃ運要素がでかいっていうのは案外理学部でよく言われるんですけど、実際確かにそれはそうで、当日いる先生どの先生をくじで引くかっていうのと、くじでトピックを引くときにも、自分の苦手なトピックを引いてしまったりとか、実際に合否に関わってくるのは確かに事実ですし、やっぱ先生によってね、かなり正直差があって、アナトミーでめちゃくちゃ厳しいって言われてる先生がいて、その人に当たるともうほぼ全員落とされてるみたいな、実際多分専学期受かってる人聞いたことないみたいな感じで、本当に多分9割以上落としてるような容赦ない先生とかもいて、それに対して結構優しくて、ある程度喋れてたらしっかりとパスさせてくれるような先生もいるみたいな感じで、確かにそこは結構運要素は正直でかいんですよね。理想は全トピックしっかりと絶対誰が来ても合格できるぐらいのちゃんと理解で挑むのが理想ではあるので、できるだけ持っていけるところまで持っていくのを、最後頑張りたいと思います。しっかりとやることやれば僕はできると思うんで、ここから、最後やろうと思います。です。15時間以上今日やりました。さすがにしんどいんですけど、ちゃんといい医者になるためにもしっかりと勉強は妥協したくないので、この試験期間を学びに学べるチャンスっていう風に思って、引き続き頑張りたいと思います。はい、ということでデイ3お疲れ様でした。また明日。皆さん、おはようございます。Day 4です。夜遅くまでやってるんで、ちょっと朝、あんま早くスタートできてないんですけど、睡眠時間をちゃんと取らないと、一日集中保てないので、そこはしょうがないかなっていうふうに思ってます。少しずつ、テストの足音が近づいてきてるんですけど、しっかりと今まで、自分がやってきてることを信じて、今日も引き続き頑張っていきたいと思います。じゃあ、勉強始めます。
マジで全然やばい。なんか全然頭に入ってこなくて、もう今まで何回も復習してるはずなのに全く覚えられてない部分があって、そこにかなり時間取られてて思ったように進んでないです。やばいな、残り3日ちょい。1回で覚えるつもりで、マジで集中して頑張らないといけないですね。もう7時過ぎてるんで、ご飯作りたいんですけど、冷凍ご飯切れちゃったので、ちょっとご飯炊きたいと思います。ネギ塩豚丼ができました。ちょっと時間がなさすぎて、もう究極手段で、まあ、映像授業見ながら、料理して、ご飯も食べる感じで、いきたいと思います。ちょっともう時間が本当に1分ともったいないので、最大限活用していきます。まあ、マルチタスクなんで、ちょっとあんまり効率的ではないんですけども、ちょっとそんなことも言ってらんないぐらいちょっと切羽詰まってるので、はいということで、ご飯食べます。そうだ、あー軽かな、不安だよ、自信なくなってきた。ご飯作ったり払い物してたらちょっと遅くなっちゃいました。やばいな、かなり精神的に来てます。何回学んでもどんどん抜けていく感じがしてて、ひたすら量が多いんで、その全ての情報を頭の中にこう同時にキープするのが本当に厳しい。道中かもしんないな。ダメだダメだダメだ、そんなこと考えちゃダメだ。絶対受かる、絶対受かるって信じて頑張ります。よし、疲れたー、ゼリゾーン。はい、1時45分です。16時間やりました。頑張った。もちろんこんなね、毎日15時間とか勉強したいわけではないんですけど、勉強以外のこともいろいろしたいことありますし、バランス取れたらいいんですけど、特に試験前はやっぱりちょっと、まあなかなか絶対に受かる試験ではないので、まあ、その確率上げるためにもやっぱやれること最後やるしかないですし、まあ、ただ別にいい成績取りたいとか別にそれが目的ではなくて、もちろん取れたらいいですけど、まあ、最終的には医学をちゃんとどれだけ理解してどれだけ学べるかっていうところだと思ってるの で、まあ、でそれは最終的に患者さんのためですし、まあ、医者として知識不足で、まあ、医療ミスなんかしたら取り返しつかないですしね。そういったところはちゃんと目的感を忘れずに日々自分を鼓舞していきたいところです。はい、ということで今日は寝て明日もまた頑張りたいと思います。残り3日間最後もうやれるだけやるしかない。 Day4 お疲れ様でした。おやすみなさい。おいすぎる、マジで脳のキャパ超えてます。お味噌が溶けるのを感じる。ごめんね、来て。はい、でも今日が本番。